You're listening to Shibuya Cross FM. もう2月ですよ、はい、もうすぐ春ですよね。さあ花村学園はいつでも春爛漫でございます。今日も元気いっぱいに参りましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて私は皆さんこんばんは、ヨミです。ミュージカルの脚本演出、そしてダンサー、そして出たがり女優としてエンタメのため、そしてペットたちのために頑張っております。ではこの番組のスポンサー様をご紹介しましょう。この番組は賃貸経営を劇的に変え、投資家さんの利回りを支える神、大家さんクラブ桜ライフ株式会社様、花の力を創造する植物フリーク、お客様の満足を超えた感動をお届けするワンちゃんと共に過ごすラグジュアリーホテル、ザ・シー浜名湖様、各社のご提供でここ渋谷クロス FM サテライトスタジオからペットとの共生をテーマに生放送でお届けしております。さて本日のキャストをご紹介いたしましょう。私の隣におりますアシスタントパーソナリティは小豆島のプリンセス女優原田しゅうちゃんです。はい、どうもプリンセスです。はい、今日も、はい、元気いっぱいの資料対応ありがとうございます。はい、今日もよろしくお願いしますね。はい、よろしくお願いします、はい、でもしゅうちゃん、あの、また、はい、ゾゾジェットの新作が来月ですよね。そうですね、はい、ゾノジェットですね。あ、ゴージェット、ごめんなさい、はい、はい、こちら第8弾ですね。2月29日から3月の10日まで、はい、東日本橋 A ガレージにて、はい、ゴージェット55ボリューム1、うん、アイラブユーが言えなくてが、はい、公演があります、はい、こちら私は A 班で出演予定、出演です。はい、はいはい、皆様ぜひ遊びに来てください。はい、はい、よろしくお願いします。またね、いろんなキャストでもまたもう一個出るんね。そうですね、うん、こちらミュージカルなのでね、うん、歌とあのコメディなのでね、あの歌もコメディも楽しめるっていう、あ、すごい楽しい舞台になってますので、ね、今じゃあ筋肉痛かなんか、いや、めちゃめちゃ筋肉痛ですねはい、皆さん要チェックよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、それでは本日のゲストをご紹介しましょう。まずはありがとうございます、メジャーミュージシャンを支え続けるとても素晴らしいミュージシャンの、そして演出、はい、写真家の阿部薫先生です。すいません、こんばんは初めました。はい、もう、はい、本当にね、ドキドキしてるんですよ。なんでですか。もう素晴らしい、本当にプロ中のプロ。いやいや、ただのプロ、はい、ただのプロ、ただのプロですね。え、だから本当に今日は感動しておりますので、はい、お付き合いよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。そして、はい、ペット業界の新生ですね、トータルトータルアニマルメディ株式会社代表取締役ハミルトンセナちゃんです。はい、今日もよろしくお願いします。はい、この間はね、あのしゅうちゃんの代わりで、はい、あのアシスタントしていただきまして、本当にありがとうございました。ありがとうございます。はい、あのね、どうでしたか、この間あのアシスタントしていただいて。いや、もうこんなにうまく喋れなかったので大丈夫だったかなってちょっと心配になってきちゃったんですけど、ね、何回やっても噛んだりするもんね、私ね。めちゃ噛みます ね、はい、でもまあそこもちょっと人間としてありがとうございます、はい、やっぱり本物はさすがだなって今思ってますけど。いやいやいや、はい、今日は本当にゲストとしてたくさんのお話を聞きたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてもう一人可愛らしいゲストでございます、現役青学生バイオリニストのやすこちゃんです。はい、のやすこです。よろしくお願いします。いいな、いいな、成人式は、はい、つい最近ありました。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、そしてやすこちゃん、去年の、私のイベントですね、クリスマスライブ以来ですね、
はい、12月25日にクリスマスライブに出させていただいて、そこからご縁でまたラジオに出させていただけることになりました。ありがとうございます。どうもありがとうございました。今日は楽しんでてください。はい、そして今日も、スポンサーの植物フリーズ様からお素敵なお花をいただいております。それではしゅうちゃんご紹介お願いします。はい、それでは本日のお花をご紹介します。はい、本日の植物はパンジーローブドゥアントワネットという品種です。群馬県佐藤園芸作種のパステル調で、優しい色合いの花はマリー・アントワネットのドレスを思わせるフリルが入っており、その美しさは芸術の域に達しています。2018年に発売以来、花の色と形が気に入られ、女性を中心に大人気の品種となっています。はい、ね、本当にいつも珍しいお花をありがとうございます。片山さん、いつも本当にありがとうございます。娘のキミちゃん見てますか。はい、それでは、はい、お便りは今日は後ほどですね。はい、はい、ではお願いします。この番組では視聴者の皆様からのご意見を募集しております。はい、どしどしお寄せください。ご意見はこちらまで、info@shibuyacrossfm.jp までお寄せください。お待ちしております。はい、お待ちしております。さあ、ホームルームです。今日の誕生花をご紹介しましょう。しゅうちゃん、お願いします。はい、それでは本日のお花をお届けします。はい、今週も久保田先生と青木先生、お二人の素敵な人ともにご紹介します。はい、本日2月11日の誕生花はフリージアです。花言葉はあどけなさ純潔です。花言葉のあどけなさ純潔は、フリージアの明るくほのぼのとする花姿や爽やかさ、甘酸っぱさのある香りといった純真無垢なイメージに由来すると言われています。まあ、あどけなさ純潔ですって。はい、香織先生、いかがですか、この私のあどけなさは。あどけなさ、はい、あどけなさ、はい、左後ろを見ます。もう恥ずかしがってね、本当ありがとうございます。もう恥ずかしいんですね。はい、じゃあ次行きましょう。強い、はい、そうですね、ありがとうございます。はい、はい、では1時間目と参りましょう。はい、気をつけれい、よろしくお願いします。はい、1時間目のコーナーですね、ワンニャンいいお話は、あさって2月13日に開催される第34回ペット新産業人会議のご案内です。こちら私は、MC をね、務めさせていただきますので、どうぞ皆様ご来場お待ちしております。それではしゅうちゃん、ご紹介お願いします。はい、それではご紹介します。第34回ペット新産業人会議、ペットと人の共生社会実現に向けて、ペット産業の発展と人材育成を目指したイベントです。ペット産業に関わらず、あらゆる方が出席できます。日時は2月13日火曜日15時から、場所は衆議院議員第一会館大会議室で開催されます。第1部は無料でご参加いただけますが、第2部懇親会にご出席の場合は、事前に協賛にご協力いただいております。お願いします。はい、基調講演はチューリッヒの犬のがん保険について、チューリッヒ小学保険会社の服部社長、そして生活を豊かにする馬の存在、はい、ホースセラピーとホースコーチングからのアプローチと題して、東京農大の川島先生です。はい、川島先生はホースセラピーの第一人者でいらっしゃいます。はい、その他パネルディスカッションには片山さつき先生や、日本ドイツ研究会のバーバラ・ホストス副所長、そして、我らが風天のかっちゃんこと勝俣和義先生や、越村義雄先生と、そうそうたるメンバーがご出演なされ、はい、超高齢化社会の日本をペットが救うご提言をいただきます。はい、まさにペット業界の明日を担う重要なイベントとなりますので、この機会に一人でも多くの方のご参加をお待ちしております。はい、一人でも多くの皆様にご参加をお願いしたいと思います。以上、ワンニャンいいお話のコーナーでした。ではここで本日の1曲目と参りましょう。香織先生、曲の紹介よろしくお願いします。これなぜこの曲を選んだのかよくわからないですけど、はい、なぜでしょうか。本当だったらもっとふざけた曲がいっぱいあるんですけどね。そうなんですか。まあ、でもちょっと一番この中で真面目なやつな、はい、真面目なんですかこれ。そうですね、あのおじさんのアルバム、だいぶ前に出したアルバムの曲で、はい、ナイトアイズ、タフィーの瞳3つの、はい、聴いてください。はい、来ます、どうぞどうぞ。
安倍香織さんでナイトアイズタフィーの瞳をお届けいたしました。では2時間目と参りましょう。しゅうちゃんお願いします。はい、気をつけれい。よろしくお願いします。はい、さてそれではここからはゲストの先生をお迎えしてのトークです。本日は世の中のすべてのワンちゃんの腸活をね改善するタムズをお届けする新進気鋭のペットサプリのメーカーですね、トータルアニマルメディ株式会社代表取締役ハミルトンセラ先生です。はい、よろしくお願いします。はい、本当に今日もありがとうございます。はい、ではしゅうちゃんご紹介お願いします。はい、それではご紹介させていただきます。ハミルトンセナ先生、ペット向けサプリの事業を行っております、行っていらっしゃいます、うん、東京都のご出身、好きなペットはワンちゃんでボーダーコリーのタム吉と暮らしていらっしゃいます。趣味はワンちゃんに関する論文を読んで TikTok に投稿すること。アメリカと日本のハーフ、青山学院大学卒業後ベンチャーキャピタルで投資ファンドに従事、その後自らの愛犬がアトピー性皮膚炎を患い症状を改善してワンちゃんの健康を守る方法を模索しました。そして腸内の健康が皮膚をはじめ全身の健康に直結することに気づかれ、自分と同じように困っているワンちゃんのご家族のために本当に役立つサプリメントは自分で作るしかないと一念発起して起業を決め、トータルアニマルメディ株式会社を設立されました、うん、現在新バイオティクスを活用したお腹と皮膚のためのサプリメントタムズシリーズを発売されていらっしゃいます、うんうん、タムズは多くの動物病院でご採用いただくほど今話題の製品です。まさに健康と美貌を兼ね備えたスーパー経営者さんです。本当素晴らしいですよね。そしてね、なんといっても英語がペラペーラだとかペラペーラまではいかないんですけど、はい、ペぐらいなら喋れます。素晴らしい、私はその段階のですね、はい、でも本当にいつもセナちゃんに言うんですけど、自分 の愛病とか愛犬のためにいいものは探したいと思うけど、自分で作っちゃおうってすごくないですか。どんな頭をしてるんでしょうか。いや、もういろんな人に協力していただいて作ってますね。そして今日もねタムズの可愛い、はいね、パーカーでございますね。はい、それでは早速お話を伺ってまいりましょう。まずはタムズ今大変な人気でね、そしてなんか私たちも本当にびっくりなんですけれども、はい、どんなサプリメントなんですか。はい、はい、ワンちゃんの腸活ができるサプリメントになっていて、うんうん、中にメインで入っているのがこちらです。はい、こちらです、はい、うん、メインで入っているのが乳酸菌とビフィズス菌と酪酸菌で、うん、それぞれの菌の中でもワンちゃんに適応している菌が含まれています、うん、そうですよね、酪酸菌今めちゃくちゃいいんですよね、はい、すごく体にいいです。ちょっと私も取ってるんですよ。あ、素晴らしいですね、はい、いや、ありがとうございます、はい、でもすごくタムズをね本当に作るきっかけ私は何回も聞いてるんですけど、ぜひ皆さんにお伝えしてください。はい、はい、さっきご紹介いただいたタムキチという私の愛犬がずっとアトピーで3年間苦しみ続けていて、薬を飲んでも手作りご飯をあげてもシャンプーを頑張ってもなかなか治らなくて、薬の数もどんどん増えていく一方だったので、それを解決したいなと思ってたくさん調べていった結果、腸活をしたらいきなり薬を減らすことができたので、これはすごいぞと思って、それでたくさんの論文を読んで調べまくって、うん、その論文書いてる教授に会いに行ってって言って、うん、このサプリを作るに至りました。はい、ね、もう答えは出てるようだと思うんですけど、今そしてね獣医さんの信頼もすごく厚くって、はい、本当に評価をされていると思うんですけど、まあ、今答えをいただきましたけども、はい、獣医さんが認めているどういうところだと思いますか。あ、そうですね、うん、やっぱりそのエビデンスに基づいた成分がそれぞれ含まれていて、しっかり設計されているというところで、うん、獣医の先生からは信頼していただいてます。なるほど、はい、ね、本当にね、安子ちゃんもワンちゃん飼ってるじゃないですか。私は飼ってはないんですけれども、ワンちゃんを救うための働きをしているっていうところで、なんか本当になんかすごい社会貢献になっていて、うん、素晴らしいなと思いました、うんうん、ありがとうございます。で私も私はオールペットとなんですけど、私も香織先生も猫ちゃんが大好きなんですけど、猫ちゃんにもいいんですか。猫ちゃんも食べていただいてます、はい、ただ味付けが
お肉味じゃないので、うんうん、猫ちゃんはチュールとかその美味しいものに混ぜて与えていただいてることが多いです、うんうん、はい、はいね、しゅうちゃんも今度ワンちゃん買う予定があるかもしれないじゃないですか。そうですね、はい、買いたいと思ってます、うん、ちょっと私ね前いただいて味見したんですけども、はい、はい、体は、はい、食べても、いや、しゅうちゃん食べてますよ、はい、毎日、私は毎日食べてて、はいはいはい、なんかそのおやつと思ったらあれですけど体にいいんだ、酪酸菌やいろんないいものが入ってるのと思うと美味しく感じます、うん、美味しくないです私は美味しいです美味しくはない美味しかったです、はい、ありがとうございます。そんなね、あの素晴らしいサプリメントをご提供いただいてるんですけど、はい、あの瀬田先生から見てペット業界はどう思われますか？ペット業界、はい、そうですね、どんどんいろんな会社も出てきていて、うん、どんどん良くなっていっていると思います、うん、はい、まあ、本当にこの番組もそうなんですけども、ペットと人の共生社会を訴えてるじゃないですか、はい、まだまだ課題が多いと思うんですけども、はい、どんな課題が多いと思いますか？そうですね、うん、共生社会でいうと、うん、やっぱり日本の今この世の中でワンちゃんと一緒に生活していこうってなると、うん、いけないところだったり、うん、一緒に乗れないものだったり、うん、あとはマンションとかも規制が厳しかったりして、うん、かなり壁が大きい、うん、世の中かなっていうふうに思いますね。そうですね、うん、まだまだ日本は遅れてて、まあ、こういうところにも盲導犬とか聴導犬とか介護犬以外は入っちゃいけないし、うん、ファミリーレストランも聴導犬介護犬盲導犬入っていいのにスタッフさん店長さんさえ入っちゃいけないと思ってたりするんですけども、はい、だから浸透してないんだね。そうなんですよ、なのできっとこういうところでも自由にちゃんと教育をして、うん、そして犬検定ですか、はい、犬検定のようなまずは人間が勉強して飼い主さんと共に一緒に楽しく勉強して、うん、こういうふうに自由にいろんなところに行ける社会になるといいと思うんですけど、改めて瀬名先生からご提言をよろしくお願いします。はい、はい、そんなご提言っていうちょっと構えちゃうんですけど、はいはい、そうですね、今まさにおっしゃってた通りで、うん、マナーとかしっかり守れてる飼い主さん、うん、あとはその補助犬だったり一緒にパートナーとして一緒にそこに参加するべきワンちゃんがしっかりいろんなところに参加できるような壁のない社会を作っていけるような社団法人を今作ろうとして、はい、今動いておりますので、はい、ちょっと今後もぜひウォッチしてくれると嬉しいです、はい、次回の、ね、ご出演の時はもうできてるかもしれないですね。その可能性はもう高いですね、はいはい、どうでしょう香織先生、このご提言は瀬名先生のいいじゃないですか聞いてましたか？はい、聞いてました、はい、どうですか安子ちゃんは？はい、もう素晴らしい働きをされているので私もぜひ活動見守っていきたいなと思います、うん、お願いします、ね、頭がいいからね。どうですかしゅうちゃん、まず瀬野先生の行動力が素晴らしいなと思って、うん、まあね、愛犬のワンちゃんのために、うん、まず自分がこう薬を作ろうだったりとか、そうもうなんかその全部その行動力が、うん、もうなんかね、まあ、形になってきてるってことが、うん、で私たちは使うだけだけどエビデンスを取るってどんな大変なんだろうかっていうのが、うん、そうですね、今ちょっとペット業界の従事の先生たちと関わってると、うん、もうエビデンスを取るって時間もお金もどうなってるのみたいな、うん、だから私たちはね消費者として一番いいやつを作りたい使いたいんで、これからも、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、本当でもねこんな若い方がサプリを作るなんて本当びっくりして、うん、頭の中を今度覗かせてくださいいつでもどうぞ、はい、ありがとうございますさて楽しくお話を伺ってまいりましたが、そろそろお時間なんですが、この後も引き続きご付き合いください。はい、それではしゅうちゃんよろしくお願いします。はい、気をつけれい、ありがとうございました。それでは本日の2曲目と参りましょう。それではしゅうちゃんよろしくお願いいたします。はい、はい、どうやらミスターロンリーさんの新曲が届いたようです、はい、それではご紹介しましょう。ミスターロンリーさんの新曲オーダーフューチャリング、あ、オーダーですね、オーダーフューチャリング AJK です。ハイクオリティの映像にさらに磨きがかかっています。お楽しみください。どうぞ。どうぞ。
ミスターロンリーさんでオーダーをお届けしました。はい、では3時間目花村トークのお時間です。しゅうちゃんお願いします。気をつけれい、はい、よろしくお願いしま します。さて今夜の花村トークはスペシャルゲストのご登場です。はい、日本の音楽シーンの、はい、屋台骨ねさっきもねここね、はい、と言っても過言ではございません。はい、ミュージシャンそして写真家の阿部かおり先生です。はい、カオル先生よろしくお願いします。すいません、よろしくお願いします、はい、いや、屋台骨ってほどでないんですよ、これは。いやいやいや、もう普通の何を普通の一般人ですから。楽器ちょっとできるっていうぐらいの程度ですから。じゃあ私よりできるってことですか、何のそうですよ。はい、そしてもう一方、可愛い現役青学生のバイオリニスト、やすこちゃんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、では早速まずは阿部かおる先生をご紹介しましょう。しゅうちゃんお願いします。はい、それではご紹介させていただきます。はい、阿部かおる先生、ドラマー、ミュージシャン、そして写真家です。東京都新橋のご出身、A 型、好きなペットは猫ちゃんとワンちゃんです。幼い頃から父親の影響で音楽と写真に親しまれました。1979年に恋にしていた楽器店のご縁でヤマハのコンテストイーストウェストの本戦にご出場。山下達郎さんのレギュラードラマ青山純さんと衝撃の出会いをなされ、その後青山さんと共に山下達郎さん、プリズム、ザ・スクエアのツアーやレコーディングに帯同し、多くの経験を積まれ、後に独立されました。1997年に発表のソロアルバムの収益金を聴覚障害者施設玉城の里に寄付をされています。そうしたミュージシャンとしての活動の傍ら、旅先で自然や人の撮影をされていたところ、制作の方から写真の技術を評価され、現在は写真家としても活動され、ドローンパイロットとしての、うんうん、失礼しました免許も取得して幅広い撮影技術でご活躍です、うん、ドラマー、ミュージシャン、写真家、ドローンパイロットという本当にマルチでご活躍のスーパーマンでいらっしゃいます。さてこちらが、はい、阿部先生がお仕事で関わった方々です。猫ちゃんがかわいい、うん、お仕事で関わった猫ちゃんです。そっちですか。もうそうそうたる方ばかり。いやいや、あの本当に関わらせていただいたっていうだけなので。なんと謙虚な。いや謙虚じゃなくて、本当につながりでたまたまね、あの呼んでいただいて、はい、その現場にいさせていただいたっていうだけなんで、ね、本当 にあのノーアルタカはね冷たすちゃう、はい、いやいや本当に素晴らしいです。いやいや、もう本当にこの間ものライブをね、はい、お邪魔させていただきまして、ありがとうございました。なんかわざわざもうその T シャツを着られてるっていうね。このセッションの時で、ね、はい、ありがとうございます。なんか心に本当に響くあのそしてなんか MC もすごく
面白くて、そしてなんか皆さんが阿部先生の後ろいらっしゃったじゃないですか、はい、なんかすごく安心してるんだなっていうのが。いや違いますよ、あの逆ですよ、こっちが安心して前がしっかりしてるから、はい、後ろが不安だけどついていこうってなるんですよ。まあ、さすがですね。それでは、はい、早速ね言わせていただこうじゃないですか、はい、女子さん、はい、いきますわよ、せーの、男らしいタイプ。違いますなんで全然違う、違うでしょ本当のタイプ言ってごらんなさい。本当のタイプですか、はい、うんうん、あそれは後で言えないで、はい、いつもお金持ちって言ってます。やっぱりそうじゃんじゃんじゃないお勉強させていただきます。いやいやそうですね、本当に素晴らしい方だと思います。いやいやいや、はい、改めて本当に今日はありがとうございます。ドラマーとしては先ほどご紹介したライブの映像を紹介しましたが、ライブ活動はどのぐらいの頻度で行っていらっしゃるんですか。頻度、でもセッションとかもたまに皆さんの、はい、他のメンバーのスケジュールがあった時に合わせて、うん、じゃあこの日やろうこの日やろうって言ってるんで、さっきの陽美さんたちがいらした時の、はいはい、セッションのメンバーはだいたい年に4回かな、うん、春夏秋冬じゃないですけど、はい、うん、そんなペースでやってたりとか、はい、あともいろいろ本当にお客さんとの距離が短くて近くて、うん、なんか本当にこういうライブをしていただけるっていうのは、うん、なんかファンにとってはすごいありがたいライブなのかなと思いました。そうなんですかね、なんか直に、うん、はい、生が見れるとなんか逆にね、はい、幻滅するんじゃないかなと思うんですけど、ね、違います、違います、なんじゃお前ってなるでしょうん、本当に温かいライブだったと、なんか私が言うのもあれなんですけどいやいやいや本当にそうでした。でも本当に23回目で8年間メンバーも変わらずで、うん、そうですね、はい、まあ、元々はお二人がギターの、外園君とベースの徳永君っていうのがやってたんですけど、はい、まあ、僕らサポートというか、はい、ゲストで呼ばれてたんだけど、うんうん、じゃあそのままやろうかって言っていただいたんで、そのまま続いてるっていう話、ね、演奏もね、本当素晴らしいんですけども、先生のね、素敵な写真、インスタをちょっとお見せしたいんですけど、よろしいですか、うん、はい、はい、どうぞなんなんだっていう話ですけどね、この中からなんか特別なものをご紹介していただけると聞いたんですが、いや、まあでも別に、普通皆さん撮られるような写真ばっかりなんで、うん、今これお月さんが出ましたけどね、すごくないですかこれ。いや、でもね、月の地肌ってなかなか見れないじゃないですか、はい、望遠鏡使えばね、すぐ見れるんですけど、さっきうさぎさんが本当にいるって聞いたんですけど、 うさぎさんいますよね、今これ今ちょうど逆さになってますけど、はいはい、あ、耳が、ね、耳が下になってますけどね、うん、そうそう、なんかポイントでちゃんとここここってやってる本当にいるんですね。いるって言ったら語弊がありますけどね、うん、はい、でも他の国だとこれがカニに見えたりとかするんです、見え方がね、なんか違うらしくて、ね、そしてそして、うん、そして何がいいですか。あ、この黄色い、あ、黄色い月はね、はい、これは何ですか、ね、出てきたばっかりの、これ月ですか。月ですよ、別に色塗ったわけでなくて本当に地上に出てきて間もないぐらいの時だと大気の影響で色がつくんですよ、ね、すごいですね、うん、逆に出てきた時も逆にその沈む時も見れれば色はついてるんで、はい、うん、もし見えたら。そしてそして月だけじゃなく、月だけじゃなく、月だけじゃなく何が出る、なんかこのなんか水みたいな、水みたい、水の流れみたいな、まあ、水の流れはね、はい、まあ、誰でもその、まあ、でも本当皆さんよく誰でも取れるんですよ。いや、取れません、取れます、うん、これ白糸の滝です、はい、うん、こう別にね、肉眼じゃこうは見えないですけどね、うん、まあ、写真で撮ればこうなるよっていう話なんで、うん、ね、本当にマルチでご活躍なんですが、はい、そんな先生なんですけど、今日は特別にですね、はい、一流のミュージシャンの音楽やエンターテインメントの楽しみ方をお聞きしたいんですけど楽しみ方、はい、ちょこっと軽く言いますと、はい、まあ、皆さんね、コンサートでライブハウス来たりして、うん、もうそのままリラックスして聴いていただくのが一番いいですし、はいはいはい、でも、まあ、ちょっと先ほどもその前にもちょっとお話ししたんですけども、実はそのコンサートを作るにあたってその裏にいる方々がたくさんいらっしゃって、うん、その人たちがいるおかげで我々はステージの上に立ててるっていうのがあって、はいはい、そういうのもちょっと、もし見る機会があったら、はい、見ていただけるといいんですけどね、そうはなかなかいかないんですけど、そうですね、まあ、まあ、まあ、そういった一環でちょっと自分のことなんですけども、うん、明日なんですけど、はい、ちょっとスタジオを借りて、はい、自分のプロが使ってる楽器を実際にお客さんに触ってもらおうっていう、うん、で自分がチューニングしたやつをそのまま触って体験してもらう、はい、だからステージにある
もう普通だったら見ることしかできない、はい、聞くことしかできないのを実際に体感してもらうっていうちょっとイベントを明日ちょっとやるんですけど、これはもうたまらないですね。そういうのも、はい、企画したりとか、うん、まあ、あとはもう、まあ、別にあとは皆さんコンサート行った時にね、うん、お客さんみんないらっしゃるじゃないですか、はい、でいらっしゃった時に、まあ、自分も経験あるんですけど、うん、あの全力で歌う方がいらっしゃる後ろに、ね、立たれてる方がもうそのアーティストと一緒に同じようにがなるんですよ。そうするとあの前から聞こえてる声よりもここの人の声が聞こえちゃうから、できればちょっと、ね、ボリューム下げて歌ってほしいなとかね、気持ちよくなっちゃって体感を、ね、ちょっと保ちたいんでしょうけど、なっちゃうんだけどね、はい、そこはそうしない、みんなね周りのことを見てね、やってくれた方がコンサートも楽しめるしね、そういう風にしてくださいよって、はい、これお願いになっちゃったね、はい、でもそれでこの間香織先生がね、やっぱりその、はい、前に立つミュージシャンだけじゃなく裏方の照明さんや技術のそのたちがいてのっていうことにすごいやっぱり感動しました、うん、はい、でも本当にたくさんいらっしゃいますからね、うんうんうん、だから普通のコンサートホールでもそうですし、はい、またアリーナになったら何百人っていうスタッフの方がいらっしゃるんで、表には出てこられないですけど、でもその方たちが、その方たちがいないと上に登れない、そうです、ね、演奏もできない、音も前に出てこない、はい、だそういう人たちもいるっていうことなんで、はい、でこんなね、あの香織先生なんですけど、はい、ちょっとお茶目なところもありまして、なんかありました、ウィンクのコンサートで踊ったことがあるって聞いたんですけど、それは僕がお茶目じゃなくて演出家の方がお茶目だったはいはいはい、どんな感じだったんですか、まあ、本来だったらその、はい、ウィンクのあの翔子ちゃんとサッチンが2人で歌うところを、はい、あの演出家の方がバンドも使っちゃえと、はい、お前らも踊れと言われて、はいはい、でそれぞれ普通だったら、あの踊りだったらみんな似た感じになるじゃないですか、うんうん、全員似た感じの振りかなと思ったら、はい、全員バラバラの振りをさせられて、それで2曲踊らされて、うん、2曲もですか、うん、で2曲フルで踊った後に、うん、あの自分のポジションに行くんですよ、それぞれメンバー、はいはい、もうヘロヘロですよその映像はないんでしょうか、それはないですね、どうですか、踊る筋肉と演奏する筋肉全く違うじゃないですか、うん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 、だからもう、 あのもう本当に10曲以上終わったぐらいの感じで3曲目が始まるでもヘドヘドで、ね、ウィンクさんはすごく嬉しかったと思います。ウィンクさんが嬉しいかどうか分かんないですけど私だったら嬉しいです、いやいや、まあ、分かんないですけどね、はい、アーティストさんでないと分かんないですけども、はい、まあでもちょっとやる方は、はい、なかなかない経験させてもらって、はい、今度ぜひよろしくお願いします。いや勘弁してください、はい、本当ね、もうお話が尽きないのですが、はい、あの先生とのお話も時間のようなんですが、はい、あの先生一言、あの音楽シーンで頑張っている若い者にですね一言ご提言をよろしくお願いしますそれは大げさなんですけどね、はい、でもね、あの自分もそうだな、ドラマにプロとなってから45年ぐらい経つんですけど、うんうん、あの続けるっていうのは一番大事かな。そうですね、でもそれ音楽だけに限らずだと思うんですけども、うん、何に つけても、うん、あの続けて探求していくっていうことが一番大事だと思うんで、うんうん、諦めずに頑張ってくださいっていうお話でございました。素晴らしい、当たり前ですけどそうなんですね。そうなんですよね、はい、ありがとうございます、うん、はい、ありがとうございます、本当に香織先生今日はお忙しい中ありがとうございます。いいえ、大丈夫です、はい、まだまだお時間もありますから、はい、よろしくお願いします。またご出演いただけますか。いいかな疑問系ですか、うん、そうですありがとうございます、もう大丈夫です。はい、それではですね、ここでやすこちゃんのお話を伺ってまいりましょう。やすこちゃんお願いします。はい、はい、お願いします。去年のクリスマスイベントありがとうございました。はい、そのね、あの映像があるんです、ちょっとよろしくお願いします。はい、はい、それでは改めてしゅうちゃん、やすこちゃんの、はい、そうだ、撮影とも だ、そうだ、あ、丸い映像があったんでした。頭もちょっぴり賢いやすこです、よろしくお願いします。はい、久々の制服はどうでしたか。恥ずかしいですね、はい、でもやっぱりまだ着れたかなっていうのが。そう、私一応ね、着てもらっていいしたら二の返事で着ますって言ってくれたんでありがとうございました。はい、それではご紹介お願いします。はい、それではご紹介させていただきます、はい、やすこちゃん、
兵庫県西宮のご出身。好きなペットはゴールデンレトリバーです。はい。現在青山学院大学の2年生。4歳からバイオリンを始め、高校は音楽へ進学しましたが、うん、音楽以外の世界を知りたいと青山学院大学へ進学、うん、それでも改めて国境を越えた音楽の力を実感して2023年から音楽活動を再開、うん、現在はクラシックをよりカジュアルに楽しんでもらうため、うん、インスタグラムで発信しており、インスタグラムのアカウント名はやすこバイオリンです、うん、総再生回数は10万回を超えている。これから楽しみなバイオリニストです。はい、本当素敵なね、はい、本当お人柄も可愛らしいやすこちゃんなんですが、もともとはね、瀬名先生のご紹介なんですが、はい、やすこちゃんはどんな可愛い少女ですか？はい、やすこちゃんは、うん、もう可愛いっていうのはもちろんのこと、うん、インスタもそうですし、うん、バイオリンもいろいろ考えて活動されていて、うん、本当に行動力のある素晴らしい方です、うん、そして、うん、今この動画を見て私も知ったんですけど、うん、制服まで着てくれるというノリの良さが素晴らしいですね。NG なしですね。NG なし。はい、本当ありがとうございます。そしてね、高校まで続けたのを一旦やめたっていう理由はどういうことだったんですかね？そうですね、うん、バイオリンを一回やめた理由としては、うん、高校2年生の時にコロナになって、うん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 、学校も本番も全てがなくなってしまった時があって、うんうんうん、その時に改めて自分の将来について考えた時に、はい、ずっと音楽一本で頑張ってきたんですけど、うんうん、なんかこのまま一生終えていいのかなっていう不安が急によぎってしまって、うんうんうん、そこから音楽だけじゃなくて他のことも学びたいっていう思いで東京に上京してきました、うん、おー、ね、本当にきっかけも知りたいんですけど、またそれでもやるって思った。はい、そうですね、青学に入学してから1年半ずっとバイオリンを触ってなくて、うん、ただ大学2年生の夏にアメリカに1ヶ月間短期留学で行ったんですね、はい、でその時に、知り合いの方からバイオリンを弾いてほしいってお願いをされて、うん、でそこから一生懸命練習をして披露した時に、うん、泣いて喜んでくださった方がいて、なんか本当に音楽って言語の力を超えた、うん、力があるんだなっていうことを身をもって実感したことによって、あ、またこれは再開したいし、再開しないとダメだなって、うんうん、なんかちょっと使命的なものも感じて、そこからまた音楽活動を再開するようになりました。どうでしょうか、カオル先生、このね、国境を越えた音楽の力っていうのを感じることはやっぱり多々ありましたか？いや、ありましたよね、はい、楽器を通じてだと言葉いらないですからね、はい、楽器だけで物申しじゃないですけども、うん、セッション始めちゃえば、うん、みんなついてきますしね、うん、だしやっぱすごいですよね、泣かすっていう、やっぱでもやっぱそういう経験されたから、うん、やっぱよしってまたなられたんですもんね、うん、そうですね、やっぱり人の心に訴えかけることができるものを今まで習得できたっていうのは本当に幸せなことだったなと思います、うん、ねえ、本当にまたインスタでね弾いてる姿を見てまたいつも嬉しく思っています。ありがとうございます、はい、で現在の音楽活動はいかがですか？はい、それでアメリカから帰ってきてからは、うん、もっとたくさんの人にクラシックやバイオリンに触れてほしいっていう思いから、うん、SNS を中心にバイオリンの演奏を毎日投稿しています。そしてこれからどんなことに挑戦していきたいですか？そうですね、私自身が東京に引っ越してきてから、うん、アパートでバイオリンを演奏するのが NG だったり、大学や貸しスタジオも毎日予約がちゃんと取れるわけではないっていう状況で、いかにバイオリンを続けることが難しいかっていうのを身をもって実感したことによって、うんうん、そこで電子バイオリンっていう楽器がありまして、はい、アパートとかでも騒音とかの苦情を心配せずに弾くことができるっていう電子バイオリンをもっと日本でも普及させていくことができたらなっていうふうに今思っています、うんうん、なんかね、お恥ずかしながら電子バイオリンってちょっと今日初めて聞いてたんですけど、さっきなんか教えていただいて、エレキバイオリン、はい、僕らはエレキ、まあ、いわゆる電気使ってマイク、はい、ピックアップを拾って、はい、で拾って音を出してるって感じなんですけど、でもそれもヘッドホンで練習できますしね。はい、そうなんですよ。知ってた、しゅうちゃん。私は電子ピアノを、あ、それは知ってる、知ってたので、うん、なんかやっぱでいろんな電子何々とかってね、ありますよね。瀬名先生、知ってましたか？
そうですね、私は電子ドラムは知ってました。あ、はい、知らなかったです。一応パタパタうるさいんですけどね、はいはい、でもそれってやっぱり基本的なバイオリンが弾けないとそれも弾けない。そうですね、うん、あの技術的なところになってくると、うん、やっぱりバイオリンと似たものにはなるんですけれども、うんうん、より初心者の方にも親しみやすい楽器になっているので、うん、そこもなんかこう音量とかを調節できたりとか音色もホールで弾いてるような響きに変えれたりするので、はい、ぜひ皆さんに一回やってみてほしいなって思ってます。へえ、なんか最初気軽にそっちから入ったりすることはできるんですか？はい、あの電子バイオリンの方が本物の木製のバイオリンよりも安かったりするので、うん、結構値段的にも、うん、いいのかなって思ってます。いや、多分持ってるバイオリンすっごい高いと思う。とんでもない高いんだと思う。値段聞いてもいいの？ちょっと言えない。ちょっと言えないの。じゃあカオル先生の想像ではおいくらぐらいだと思うんですか？なんですって？想像。もうピンからキリですから、はいはい、もうとんでもない家とか平気で買えちゃうような値段だったりとかしますし、うんはいうん、まあそうは言ってもね、うん、幅ありますから、うんうんうん、言ってもそれですとは言わんけど、はい、でも相当やっぱ金額がありますから、はい、お嬢ですから。またね来月からどっか行くんですよね。そうですね、あの、はい、今春休みなので、うん、3月に韓国とオーストラリアに旅行に行きます。サムギョプサル。アニハセヨ。アニハセヨ。ねえ、まあ、お土産はいいですからね。頼まれてますね今。ね、本当素晴らしいですよね。またねコラボとかしたら楽しみなので、はい、よろしくお願いします。で本当にこれからねあの大活躍のやすこちゃんだと思いますので、皆さんどうぞあのチェックしてインスタとかでねチェックして一言じゃあ宣伝してください。はい、はい、あのインスタグラムで英語の小文字でやすこバイオリンというアカウントで毎日バイオリンの動画を発信しているので、うん、ぜひフォローの方お願いいたします、うんうん、はい、よろしくお願いします。はい、それでは3時間目はここまでです。しゅうちゃんお願いします。気をつけに。 ありがとうございました。早いんだね。そうなんですよ、生放送。はい、さてここからは大好評のコーナーです。真の達人コーナーです。イエーイイエーイ。あ、いえいえいえ、忘れて、はい、いや今、はい、はい、本日ご出演の皆様は一芸に秀でた達人でいらっしゃいますね。そんな方は何でも見抜く力をお持ちだと思います。カオル先生、ハミルトン先生、ヤスコちゃん、そしてシュウちゃん、よろしいですか？見抜けません。何か元も分かっていないのに、元も分かっていないのに。はい、はい、それではね本日のお題を早速シュウちゃんお願いします。はい、はい、それでは本日のお題を発表します。本日のお題は、うん、板チョコです。いよいよ来週はバレンタイン、誰もが楽しみなチョコレートの祭典です、うん、はい、そこで何でもお見通しの今夜の達人の皆様には、うん、はい、チョコレートの中でも乳製品を混ぜたミルクチョコレートを見抜いていただきます。はい、今夜見抜いていただくのは、うん、明治ミルクチョコレートです。今噛みました私。大丈夫。はい、明治ミルクチョコレートです。はい、はい、比べていただくのはロッテガーナミルクチョコレートです。うん、うん、チョコレート工場でチョコレートの産湯に使ったという阿部先生には不要かもしれませんが、こちらをご覧ください。さてこちらですね、うん、2つの代表的な板チョコ、栄養成分にはほぼ違いはないようですが、うん、原材料でロッテガーナミルクチョコレートは植物油脂が使われているという違いがあるようです。植物油脂でまろやかさに違いがあるかもしれません、はい、そして最大のポイントは味ですが、うん、ほぼこちらも違いはありませんが、うん、毎度おなじみの番組プロデューサーの独断によると、食べた際一番最後にほんの少し苦味を感じるのが明治ミルクチョコレートだとのことですが、はい、とても微妙なのでゆっくりと味わわないと気づくことができないとのことです。はい、さあ皆様この苦味を感じ取って明治ミルクチョコレートを当ててください。はい、だそうですよ、苦味だそうですよ。皆さん明治のミルクチョコレートを当ててくださいね。明治だよね。はい、明治でございますよ。はい、はい、そしてしゅうちゃんなんかね、はい、やっちゃいけないことあるんですよね。そうですね、はい、注意点ございます、はい、配られたチョコレートを裏返さないでください。はい、裏返さないでください。裏側にはロゴマークが印刷されていますのでよく見ると分かってしまいます。はい、食べるときは裏側を確認しないでそのままお召し上がりください、はい、とのことですね。はい、はい、それでは召し上がっていただきます。1番目持ってくださいね。はい、匂いもいいですよ、匂いもね。匂いはいい、ね、チョコレートの甘い香り。はい、それではいきましょう、いただきます。いただきます。まずは1番のチョコどうぞ。うん、
いかがでしょうかね。ね、うん、はい、どうですか。味わっていか、はい、薫先生どうですか。まだわかんないよ。うん、まだ薫ちゃんも甘くて美味しい。美味しい、美味しいですね。はい、それでは早速2番いきましょう。はい、2番、はい、どうぞ。2番いただきます。やっぱ味違いますね。あ、香織先生どうですか。わかった、わかった、うん、おせ、瀬名先生は。私もわかりました。あ、はい、はい、安子ちゃんは。私も食感でわかりました。しゅうちゃんは。もう私はもう見なくてもわかりましたよ。はい、それでは行きましょうか。はい、はい、じゃあ両方持ってください。はい、それでは皆さん、どちらが明治ミルクチョコレートなのか分かりましたね。はい、はい、それでは番号を言いながら上げてください。せーの、2番。あれ、え、え、俺1、これ番組的には面白いと思います。いいね。はい、はい、それではあのちゅうちゃん回答を聞いてみてください。はい、正解をスタッフさんお願いします。イエーイ、イエーイ。正解は2番です。はい、カオル先生持ってますね。番組的にありがとうございます。はい、どうしてダメでしたか。ん、いや、 どっちもチョコだから。いや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 、はい、これでもテイスティング、どうぞあの巻き惜しみを言ってください。いやいや、でも植物はい、やっぱ そんだけあれ違うのかね、やっぱね。俺でもあの、はい、ガーナの方が、うん、なんだろう、あのカカオの感じがもっとするかなと思ってたんですけどね。言い訳してますね。白言われて。いやいや、やっぱりね、うん、でも香織先生でもこれは外れることがあると思ってちょっと安心しました。いやいやいや、ありがとうございます。すごいよくでも分かりましたよね。分かりました。ちょっと苦かったかな。どうですか、苦いって判断。噛み心地が、噛み心地なんかロッテの方が食べ慣れてる感じがします。安子ちゃんはなんか甘さが控えめな方が明治なのかなって思いました。はい、ちゃん分かったし、舌であの、ね、ロゴを読みました。でも番組的にはありがとうございました。さあ、早いもので本日もお別れの時間となりました。しゅうちゃんお願いします。はい、気をつけて。はい、ありがとうございました。はい、はい、番組のキャストの SNS はこちらになります。こちらですね。はい、はい、本当に今夜は、阿部薫先生、ハミルトン先生、安子ちゃん、ご指定ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、本当にね、あの本当に今日本当にありがたかったので、ファンに向けてもう一言お願いします。どうもよろしくお願いいたします。はい、これからもよろしくお願いいたします。阿部薫でございます。今後ともよろしくお願いします。はい、何回言えばいい。はい、何回も言ってください。のライブのご予定とかは。ライブのあのツアーがあるんで、はい、またそれちょっとスケジュールまだ言えないんで、あ、また改めて、はい、それは公式サイトで。そうですね、公式とかになると思いますね。はい、はいはい、じゃあ皆さんぜひ公式サイトをチェックして、皆さんと一緒に歌うの時は歌わないように注意して、はい、ですよね。そうそう、あの今ね、はいはい、もういいですよ、いいですよ。でも私この間先生の歌も聴いちゃったから、はい、私の歌はどうでもいいです。はい、本当にありがとうございました。はい、次回は2月25日の日曜日、花村学園20時からお会いいたしましょう。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。こっちバイバイ。こっちです。